おはもにんどうなつめぐですどうもなるみですお便りが来ておりますラジオネームしましまさんですありがとうございますあたます今のありがとうございます全然やる気なかったでしょ <laughs> ちょっと今全然 <laughs> ダメよありがとうございますって言ったよいや言ってないでしょ全然もうなんかあの <laughs> ちょっともう今日はゆるりとやって <laughs> 適当に流しときますかみたいな感じの今いやいやちょっともう一回じゃあ今の流してみありがとうございますあたますあたます いや、いいいやちょっとれじゃなのこは適当でしょ。今、全然心がこもってなかった。全然ダメもう一回やろう、もう一回やろう。お便りが来ております。はい。ラジオネーム、しましまさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。俺ら。だってもうそれ、ブラウザで違うの見ながら。いやいや。お便り今読んでるよ。見てるよ。いやいや、T シャツでしょ。それ、絶対もう、あの、今季着る T シャツ。あれしょ、しましまさん、あれでしょ、ワインのあれでしょ。そうだよ。ワインの話でしょ。今読んでるよ。 違う、もう、成美さん、すぐ気抜くからの、も僕は許しませんよ、そういうのも。<laughs> ちゃんと、もう、リスナーさんにリスナーさんに寄り添ったドングリヘム、リスナーさんの皆さんがいてこそのドングリヘム、リスナーさんのお便りがあるからこそ、山形県の話ね、島々さんは。リスナーさんに寄り添ったドングリヘムをしていきたいなと、僕は思ってますよ、うん、そんなね、お便り読むときに、あざーす、みたいな、<laughs> 適当なことは言いません。だめ <laughs> <メ>。はい。集中してね。 な,るみさんなつみぐさん、こんにちは。いつも通勤中の車内でお二人の声を聞いて心を落ち着けております。ちょっとツッコみたいんだけど、これ聞,聞かなかったらどうなっちゃうんだろうね。<laughs> 聞かないともうざわザワしちんだろういつつ。いつも通勤中の車内でお二人の心を聞いて心を落ち着けております。も聞かなかったら落ち着かないのかな。やばいね。本田みたいな。って思って思るるのをなんとか抑えてるんじゃないですか、うん、ああ、でもそれってさ。 うん、行きたくないなとかっていうのどっちかっていうと落ち着くのすごい下の方というかダウナー側じゃん、うん、落ち着けておりますって言ってるからアッパーになってると思うんだよねはいなのもっとそうだよだからさあのこち亀のホンダみたいにさなんかホンダじゃないかこち亀のホンダはもうさ <laughs> 誰も知らないからバイ,クのバイク乗ったけどホンダでしょそう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 、うん、ああいう感じなんじゃない<誰も> <laughs> あの車乗った時のしましまさんはやべえよちょっと待ってホンダにせいで説明してあげた方がいいよもっと こっち亀に出てくるホンダという人がいまして、うん、普段はヨーヨーなんだけど、うん、バイクに乗った瞬間性格が変わるんですね。うん、で、おそらくこのしましまさんは、ホンダみたいな性格で、車に乗った瞬間に、行 <laughs> くぜーっつって、山形でドリフトしてるけど、ちょっと多分最近ね、うん、あ、そう、最近多分事故とかにあったんだと思う。うん、だから、よくないなってなって、でも、会社行かなきゃダメだから、どうするかっつったら、どんぐりかけると、 ふう弱々な女みたいに戻るんだそうなるほどねそういうことを言ってんだここはそうなんか昔やいやいラジオ聞くと性欲がなくなるみたいなこと成美さん言ってなかった言ってた言ってたあれと同じな、まああんなかうんあんな感じよかるかるやよっと分かってきたわ <laughs> うん成美さんなつめぐさんこんにちはいつも通勤中の車内でお二人のき心声を聞いて心を落ち着けております私は歴史ある酒造に勤めているのですが数年前からワイナリーも 併設ししワインの醸造も始めましたお二人にもぜひ飲んでいただきたいですしかし突然お酒を送りつけてはご迷惑になるのではとなかなか勇気を出せずにおりましたそんな中私の勤めているワイナリーが今度どこかに出店することが決まりましたので勝手ながらお知らせさせていただきました当日は不在なのですがお時間ありましたらぜひ足を運んでみてくださいって島島さんありがとうございますありがとうございますお酒欲しいね へえワイナリーに勤めてるんですねすごワイナリーに勤めてるってすごいねどういうすごい、ね、何何このしまさんの爪先ではワインを作ってるってことだよねうんうんこれめっちゃあのここに勤めてますって書いてくれちゃってるけどこれ言っちゃっていいのかないいんじゃないの読んでほしいないのしいむしろうん勤めているのはホッカワイナリーってとこらしいですねうんほう、はあ ご迷惑じゃなければとおっしゃってますけど、全然迷惑じゃないですね。お酒なんて何ばってもいいですからね。何ばってもいいのでね。すごい、これ、いろんなワインがあるな。ほんとだ。これ、どれ、どれ欲しいしこれ、サイトはかわいいんだよね。<laughs> 僕、かわいいね。ペティアンが気になってんだよな。でもに、売り系なんだよな、サイトで。さすがに、ないっすかね。もしペティアンがなかったら、 なんだろうピノノワールかシラーが欲しいですね。欲しい<上>のは、しましまさんへでした。欲しいのは、ご自身で買っていただき、あの、しましまさんからは、しましまさんのおすすめが届きます。はい。うん。どんぐりリスナーが作ったワインというのは、やっぱ美味しいんじゃないですかね。やっぱり、うん。ただし、どんぐりエヘムは、嘘の広告はいたしません。美味しくないの美味しいと言ったり。うん 面白くないのは面白いと言ったりはしません。なので、ぜひね、しましまさん、ちょっと送っていただき、飲みましょうよ。うんで、その感想を、あの、得た上で、我々はちょっとまだごめんなさい、このホッカワイナリーのね、飲んでないので、何とも言えません。美味しそうだし、絵は可愛いとは思う。うんで、届いて飲んだら、美味しかった、普通だった、みたいなそうそう話をしましょう。 現段階では美味しそうとは言えますね。美味しそうとは言える。うん。ただ、夏目さんがワインの味分かるかどうかも微妙なので、まあちょっと僕は判定しますよ。<laughs> ワインの味ね。まあでも、興味があるからな。そうそうそう。好きな味だっていうのはあるけど。最近ちょっと僕ね、ビール飽きてきた。うん。好きだけど、もうずっともう、何、何十年も。 もう40年近くビールばっかり飲んできたからちょこっと年数持ったけど <laughs> 少し <laughs> 少し飽きてきたんだよな、うん、ワインもいいっすよね、うん、ワイン飲んちょっと好きなんだよなぜひ島島さん <laughs> どどどどど,どんぐりエフム 最近さ、うん、この間ノートの新入社員の人がさいてね T さんという方なんですけど、うん、ノートを入社するといろんな社員とワンワンワンするんですよ、うん、周りの一緒に働く人とさ成美、うん、さんはどんな仕事をしてるんですかとか、まあ、一応情報交換的な自己紹介兼ねたワンワンを組むんですけど Zoom で ?Zoom でねオンラインでね そんで、最近入った方と僕ワンオンしたんですけど、その人がめちゃめちゃどんぐりリスナーだったというう言っい。ほう。って言われてさ、そもそも入社したのも、僕がどんぐりの中でノートに転職したっていうのを聞いて、あ、ノート転職いいじゃんみたいな思ったらしいんですよね。ほう。うん。なのでもう完全なもう、どんぐり採用ですよ。それ、紹介手数料まだ振り込まれてないけど。そう。で、僕も行ったんですよ。 リファラルじゃないかと。うん、うん。僕らが紹介してないもんじゃないですかと言ったんですけど、まだ振り込まれてないですよね。どんぐり人材会社。そう,そうそう。すごくないですかどんぐり聞いて、喉が入ってきてくれるっていうね。え、新卒の人うんうん。中東の人。で、しかもその T さんは最近入社1ヶ月経ってさ、なんか入社1ヶ月経ったので、この1ヶ月で思ったことを発表しますみたいな。 なんかそういう発表の場があんだけどさ、そこでの発表もめちゃめちゃ良くて、すごいってみんなに言われて、僕ももうめちゃめちゃすごいなと思ったんですけど、さすがやっぱどんぐりリスナーだなって僕は思ってましたよ。やっぱね。やっぱね、他のポッドキャストのリスナーとは違いますよね。一緒にされちゃ困る。困りますよ、やっぱ。全然質が違うなと思いましたね。うん、<laughs> リスナーを質とか言う <laughs> <laughs> 上質なリスナーを抱えているんだなという風うに。 思っ,ね、思っておりますね。うん、続きまして、はい、ラジオネーム、サカ子さんです。ありがとうございます。うん、この前、映画館をうろうろしていたら、気になる情報があったので、共有します。以前、さかなくんのお母さんの子育てがすごいと話題に上がりましたが、そちらが映画化されるようです。タイトルは、魚の子。しかも、のんさんが主演。この FGO のような潔さ、配役が面白いなと思っております。お二人はどう思いますかサイトを見ていただけますと幸いです。 サイトを見ましたあれ魚のえ魚くんが女性になってんのいや違うか映画になったさかなクンの驚きの人生笑顔も涙もキラキラ光る宝物のような感動作がついに誕生女性なんだこれって何ちゃんと見てないけどさかなクンのあの自伝というかちっちゃい頃こうでしたよっていうののこと、うん 映画になりましたと、うん、へえ面白そうへえ<ー>あれだねお母さんがさかなのお母さんが映画になったっつうかさかなクンが映画になったってことだねうんはいはいへえちょっと見たいねうんほう面白そうっすねちょっと一瞬僕予告編を見てみますねなるほどこういう感じか女性になってるねさかなクンが <laughs> めっちゃ成みさんそこ気になるじゃん。うん、あでも男性っていう感。いいんじゃない別に。そんな気になるまあ別に。どっちもいいんじゃない,い主人公がのんさんだからさ。うん。女性として書かれてんのかなと思っただけだけど。へえー、あ本当だ沖田さんが監督の沖田中修一さんが魚くんを描くのに性別はそれ,でもそれほど重要ではないと思いましたって書いてあるよね。 うん、なんかそんな気がする、そうそう。なんとなく、お二人とも何かは似ていると思いましたっていう。へえー、面白いですね。うん。そう、これはね、何かと言いますと、昔、僕がたまたま本屋で見つけたさかなの本があるんですね。で、それはお勧めしたら、意外と評判が良くてですね、うん、5段階評価でレビューが1000件以上ついてて5.0という奇跡のレビューを出した本があります。そこの本が元になってるのかなさかなの育て方みたいな本があるんですけど。さかなくんはね、すごい、 大変なんですよ。東京海洋大学行きたいなと思ったけど、入れなくて。水族館で勤務してても、魚ずっと見てて仕事しないからクビになっちゃったりするんですよね。仕事全然できねえっつって。けど、魚のこと好きだから、いっぱい勉強してたら、今みたいになりましたって。で、結果、東京海洋大学の教授になったからね。<laughs> 入れなかったのに。すごいよね。<laughs> すごいす、ね、素晴らしい。うん。その、魚くんの一行一会。僕は結構好きな本なんで、ぜひね。 それが元になってる。いは面白いっすね。うん。ラジオネーム、サガコさん、ありがとうございます。これはいつからやるんすか ?9 月1日。9月1日 1> うん。<laughs> はい。ぜひ、これを見た人は、じゃあ、聞いた人は、ちょっとじゃあ、見に行くかってやってみてもいいかもしれないです。面白いかどうかは分かりません。ど、ど、ど。ど 続きまままししててララジオネーームよっしゃラッキーさんですすすありがとうございいいいつも放送楽しく聞いています先日紹介されていたスマホのバッテリーレンタルサービスについてこちらの企業の代表に関する記事を見つけましたラッパーさんでしたとはいはいこの記事これはすごいなこれは何かと言いますと何だっけフワちゃんがやってる何モバイルバッテリーなんてやつか忘れちゃったけど なんだっけあれモバイルバッテリーどこでも借りれるよチャージスポット,ポットそうだチャージスポットのついでこの前話したんですねでそしたらそこの社長さんについての記事があったけどこれはラッパーでしたとうんへえー、この記事めっちゃ面白いなうん、うん、15歳の頃からラップに興味を持ちいつしかプロのヒップホップアーティストを志すようになっていました大学を出てからもアルバイトしながらやってたのはずっとラップ年2005年にメジャーデビューしました 国際的な音楽コンクールに出場しそこで優勝したでそれはきっかけに大手レコード会社のユニバーサルミュージックから声かけられてメジャーデビューを果たすすごいねラッパーなんかあるじゃん本当にラッパーじゃんだってプロ野球選手の入場曲とか<僕>北京五輪のビーチバーで日本代表チームの入場曲とか、うん、あと Y チュンストアのヒップホップ音でランキング1位を取ってたっていう普通に活躍してるっていうね なんかあれだねこういう時のさラッパーでしたとかって大体何て言うのまあ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 そう言われたらそうだけどはいはいみたいななんか、うん、ちょっと部活でやってましたみたいなこれはもう趣味じゃなくて仕事でやってるよね大学出てからユニバーサルと契約してるからねすごいじゃないですかすごいでこの方が香港出身の方なのかなうんすごいでちょっとなんか 香港のアーティストを日本に紹介したりする会社いろいろやってたら2017年ぐらいにモバイルバッテリーのシェアリングサービスが中国で流行ってるよって中国の友達が教えてくれて、うん、あ日本にねんじゃんじゃあやろうかなっつってやったとねこれ中国の会社を買収して日本に持ってきたとだねあ本当だ本当だだ,だから一気にこういうがっと広まったのがねうわーいやでも別に買収しようがしまいがさ モバイルバッテリーめっちゃ買って、うん、で、ん技術とかあるんじゃないの技術もあー QR コードの,の ?QR コードを読み止めるとさ、ポコンって出て、うん、どう貸し借りをするみたいな、うん。そんな難しくなさそうだな、別に、あの辺は。いきなり作ると大変なんじゃないのかね。いや、あれよ。全部買う資本力とさ、あのモバイルバッテリーめっちゃ買う資本力とさ、どっちかっていうと大変なのは、 中国の会社買っても意味ねえと思うな。これ、大事なのって、どこに置いてるかじゃない。うん。これ、17年に携帯型パッティングのシェアリングサービスを知るわけじゃん。うん。で、18年にもう日本に提供するわけよ。すごいよね。のこの1年の間にはもうね、やっぱ買収しなきゃ間に合わないよね。まあまあ、それはそうか、ね。そうか。っていうのもあるんだろうな。ね、すごいね。で、一気にコンビニとかに持ち込んでさ、シェアを取持ち込て。 っていうここだ何なら、うん、この買収するときもちゃんと資金を用意してるわけだからさすごいすごいねいやーこのバモバイルバッテリーのはなんかちょっとすごさを感じるよなあいや実際このサービスはすごいよねなんかいずれアンカーとかのモバイルバッテリーとかも売れなくなんじゃないかっていうぐらい僕はこっちで良くなっちゃってるもんねうんしかもまたこれがす、ねうん、いい感じにあるしさ、うん 借りた後返さなないんんだよねなんか返せるんだけどなんかめんどくさい返さなくて、うん、いい感じに延滞金払ってんのよそれは売り上げなるみさんがんん対談のだけではそうそう僕は結構まあいくら払ってもいいから感じで払っちゃうんだけどへえという人結構いるからさふんふんうわ安いと思ってみんな結構使っちゃうんじゃないかなと思うんだよねふんふんで意外と延滞金で稼げてんじゃないかって気がする確かにね別にモバイルバッテリー 3000円で買ってきてその3000円以上は1個で生み出すんじゃないみたいなうんこの記事面白いなうんラッパーでしたとこの記事を書いた、えー、吉野二郎さんという記者は有名な記者でうん日経ビジネス本誌でさ「敗軍のショー」っていう連載があるんですようん失敗したビジネスとか失敗した会社がさ社長とかトップがなぜ失敗したかを語るっていう連載があってうん すごい面白いコーナーなんだけどそこの記事とかをねずっと担当してた記者でへえ面白そう、うん、じゃああれだね経営者を探す力があるんだねあるね<分>うん超ベテラン記者ですね吉野次郎さんはへえ素晴らしい是非、うん、モバイルバッテリーのこのラッパーさんのこの記事を見てみてください